はい、こんにちは、レトスノーノです。今回なんですけども、6月に入っても成果が見られない方へ。これは4月以前から勉強している方ですね。4月以前から勉強している方っていうのは、もう4月5月ともう2ヶ月以上は勉強していると思います。それでも成果が見られない方、その方に対して今回アドバイスをさせていただければと思います。で、その方々悩んでいる内容をちょっと3つ羅列しました。1つ目が、解説を読んでも理解できない。これは問題を解いて解説見ます。解説見てもその解説の内容がわからない、理解できない、まあそういった方ですね。また勉強していても覚えられない、まあこういったお悩み持っている方多いと思います。また結果的に勉強が進まない、まあこういったお悩みあると思います。で、これちょっと一つ一つ見ていくんですけども、まず解説を読んでも理解できないっていうのは、これ正直当然なんですよ。で、これおそらくこの動画見ている方の多くが予備校通っている方、または通信講座受講している方、または独学で勉強している方で、使っている教材は宅建試験に関する教材、まあこういった方がほとんどだと思うんですね。で、こういった方については解説読んでも理解できないっていうのは当然です。もし私があなたの立場であれば、同じように理解はできないです。なぜかというと、予備校通っても通信講座受講しても、独学で市販の教材揃えたとしても、それが宅建試験の教材である限り、やはり理解すべきところまでって書いてないんですね。そこにはポイントは書いてあるんだけども、なぜそのようなポイントになるかまで記載していない場合が非常に多いです。ってことは、その教材の内容理解しようと思ったとしても理解できない、もうこれは当然なんですね。これ予備校通っていて、予備校の教材もそうだし、予備校で教えている先生の講義でもそうです。また通信講座のウェブ講義だったりとか、また過去問の解説テキスト、これも同様です。なので、どうしなきゃいけないのかっていうと、もう専門書で調べるっていうところがすごく重要になってきます。権利関係であれば民法の専門書、弁護士さんのサイト、法律事務所のサイト、法令上の制限であれば建設業者さんのサイト、土木業者さんのサイト、国土交通省のサイト、都道府県知事のサイト、税金関係であれば税理士さんのサイト、国税庁のサイト、このあたりで調べながら勉強を進めていかないと、なかなか理解するのは難しいんですね。なので、これは予備校通っている方も、通信講座受講されている方も、独学の方も同じようにやはりやっていかなきゃいけない内容なので、ぜひですね、専門書だったり専門的な方が書いてあるようなネットのページ、そういったものを調べながらぜひ進めていただければと思います。で、続いて覚えられないってことですね。これはもう最低限復習は何回もしてください。復習は何回もしても覚えられない方に対してです。これは復習する際にちゃんと整理してますかっていうところなんですね。似たような内容があったら、ちゃんと対比させながら復習をするってことがすごく重要になります。似たような内容を別々に復習するってなると、結局これとこれの対比、どこが違うのかっていうのが分からなくて、ごちゃごちゃになっちゃうんですよね。だから、こういった似たような内容、対比できるものについては一緒に頭に入れていくってことをぜひ行っていきましょう。これだけでも相当効果は違いますので、ぜひ行ってみてください。で、続いて勉強が進まない。これは多くの方がですね、わからないから勉強が進まない、止まってしまうっていう方が多いんですね。勉強していても全然わからない、もうこんな無理じゃないのかって思って勉強をやめてしまう。これだと一向に受かりません。初めはわからないのは当然なんです。私もそうでした。また今行っている短期講座の受講者さんもそうでした。合格していった方も初めはわからないです。1週目2週目ぐらいは大体わからない問題が多いんですよね。多いけれども、分かる部分もやっぱ一部あるんですよ。分かるっていうのは解説読んで、あ、そうなのかって分かる部分ですね。そういったものから先に頭に入れていくっていうところが重要になってきます。分からないものが出てきたら、もちろん、一番最初にも言った通り、専門書だったりネットとかで調べる。これはやります。やるけれども、そこにはたくさん時間ってかけないんですね。もうささっと調べて、分かればそれで OK だし、分からなかったらもう飛ばすって話なんですよ。で、分かる部分から頭に入れていって、1週2週って終わらせる。で、本格的に理解をするっていうのは大体3週目ぐらいからですね。もちろん3週目になっても理解できない部分で出てくるんですよ。ただ1週2週ってこなすことによって全体像って分かってくるじゃないですか。そうすると、同じ解説であったとしても1週目2週目では分からなかったけれども、3週目で分かるってことがあるんですね。なので、ここまでは諦めずにやっていただきたいんです。そして調べながらやっていって理解が深まってくると、ここからたくさん問題を解いていけば、どん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 知識がつながってくるんですね。これまで別々だった点だったポイントっていうものが、どん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 線でつながってくるんですよ。
そうなってきて初めて点数って上がってくるんです。だからそこまで頑張らないと結局合格って難しいんですね。おそらく今この動画を見ている多くの方が点と点が線で結ばれていない状況だと思います。これは過去の合格者様も通ってきた道です。なので諦めずに調べながら理解を深めていき、でさらにどん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 たくさん問題を解きながら知識を増やしていっていただければと思います。ただ試験まであと数ヶ月しかない中で調べるっていうことがやっぱり時間かかるわけですよね。もちろんたくさん勉強時間がある方についてはどん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 時間使って調べていただいていいんですけども、忙しくてなかなか調べる時間がない、また何を調べたらいいかわからない、どのぐらいの深さまで調べたらいいかわからない、そういった方もいると思います。そういった方はぜひですね、短期講座ご検討ください。他の予備校だったり他の通信講座受講されている方も今年絶対合格したいということで弊社の短期集中実用アップ講座使っている方いらっしゃいます。その場合弊社の短期講座を先にやっていただいてある程度の理解まで深めていただきたいんですね。その後今受講されている予備校や通信講座さんの演習問題とかを行っていくと、予備校や通信講座さんの解説で書いていなかったけれども、あ、ここに書いてあったなみたいな感じで気づいていただけるんです。そうするとそこを調べていただければ、ああそうだった、こういうふうな理由でこういうルールになっているんだなってわかるじゃないですか。また他社さんの問題であったとしてもわからない部分あったらお気軽にメールいただければ解説させていただきますので、その点もご安心いただければと思います。まだ今からであれば十分今年あなたに合格していただく自信ありますので、一緒に勉強できたら嬉しいです。短期集中実力アップ講座についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひご確認ください。あなたの受講お待ちしております。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。